ハンスンフは、李氏朝鮮の首都であり、統治していた機関の名前、以前の関陽府、後の慶城府、現在の韓国、ソウル特別市、1394年11月26日、李氏朝鮮の大そ李成経により、開き系から関陽へと戦都され、1395年6月6日に、関陽府を改め、ハンスンフとした。戦都時に、 宮殿や館長が建てられた地域の住人は未収に移し、要衆軍とした。15世紀初めの人口は10万人程度。大祖は関陽の防衛のために、北岳山と楽山、南無山、人さ関山を結ぶ約1 7トルの城壁を建てた。1395年には、ハンスンの範囲を宮城の城底とし、それが李朝時代の500年間使用された。 宮城内は、すべてが、国有地であり、宮殿、館長、道路、月水道、市場などの場所が決められていた。また、場外の範囲として城底の城壁から四方十里を、さすが、北は、北上山、南は、観光、路渡し、東は、洋州松慶院、大、中路裏、西は、八日渡る、紅葉徳水院、佐川に沿って、 乱子馬頭付近とされた。2005年頃まで中国語圏におけるソウルの漢字表記としてハンスンが用いられていた。外国人が見た日程以前のハンスン府の記録によると衛生環境が悪かったといい、細い始めの現代ハンスンの風雲と名詞にはハンスン府の状況について韓国内地を旅行すれば路傍や街路中に 類類たる黄金の花が、場所も切らず、老石と咲き乱れていて、足の踏み場もなく、潔癖者は一見その不潔と周期に驚く、至るところ人噴あるいは、牛馬糞を見ざるなしで、ふんふんたる周期は花を襲い目をしかめぬものとではない。毎年夏季になると伝染病が流行し、その伝染病にかかる患者の多くは、肝心と記しており、東寒富時代の1908年に、 形状構想委員判事として、韓国政府に招聘された山口さねは、不妊当時を、道路は境外で、しかも糞尿は、至るところ道端に満ちているというありさまでした。井戸水は混濁していて、風呂に入れば、茶色の湯で、帰って体が汚れるような缶を催し、飲料水は、石油の空き缶いっぱいで何千で買って使用するという状態で、伝統は未まだ一般に普及せず、 我々の借家には、その設備がなくランプを使っておりましたが、冬になると寒気が激しいので、石油が凍ってだんだんと光が薄暗くなり、仕事ができないほどでありましたと解雇している。これについて、公文雄は、首都でさえこの状態だから、他の都市は推して知るべしだろう。李朝時代、朝鮮人の生命を最も多く奪ったものは、日程ではなく、薬病だったのであると述べている。 都の城には、東西南北中部の五部と、その下に、某、計ホラが置かれた。大東地市による各部の亡命は以下の通り、ありがとうございます。